ASMR の方が韓国の女性の方でいるんですけど、この価格なんならもっとこれがもうこうみんなが上に行っちゃってるような価格で、こんぐらい近づいて画面になんかするみたいなのばっかりをやりまくってる方がいて、まあ人気だし自分もめちゃくちゃビビッときたんですよ。顔に何かするとかそういうのが多いんですけど、まあ、そういうのをするわけでもないのに、あの画角だけ取り入れました。憧れちゃいました。だからあの画角がこの画角です。そうです。でもなんかもしかしたらこの画角のだけで続々するんじゃないかと思って、まあ、やってみてるんですけど、どうですか今のところ、いつもとの違いはあるでしょうか。自分がやってていいなって思ってるポイントは、いつもだいたいこう平行に撮るんですけど、まあ、それだと自分こうカメラを見るのが苦手で、なんかいつもこんな今この目線の位置とかをやっちゃってて、どこ見てんねんっていうね感じだと思うんですけど、あのここにカメラがあるとなんか視線と上を見なきゃと思って、こう目がカメラに、これ結構いいところポイント1ですね。なんだかんだ顔出しを始めてどんぐらいですかね、1年経ったか経ってないかぐらいしかないので、このカメラ目線で喋るみたいなのができないし、まあやらんくていいかってしてきてたんですよ。まあ、ちょっと舐めてますね、やらんくていいかは。まあその自分の成長しないところが、まあこのチャンネルのコンテンツなんじゃないかみたいな、死ぬほど甘い言い訳と、まあ、本音を混ぜたので耐えてきたんですけど、まあ、いざこうやってカメラをちゃんと見てやってるのを、まあ、自分じゃ確認してないんですけど、いいような気がするけど見すぎも変なのかな。まあ、あとやっぱいいところは、まあ、漏れるというか、自分はあの顔のここ首の肉がすごい消えたから、横から見たりするとここと首から顔がつながっちゃってて、平行で撮ると見えるんですよ、ここがつながってんのが。それがめっちゃ自分的に顔出ししてそこ見られるの嫌だなっていうポイントだったんですけど、こうやって上からだとあの首と顔がこうなんだろう、人形さんみたいにこうかぼってはめたみたいな、こう分離して見えるから、これ嬉しいポイントですね。まあそんな感じかな、嬉しいポイント2つ。まあずっとこの画角で撮るわけじゃないんですけど、この画角はこの画角でヘラヘラすね、見ましょう。面白くないかな。はい、この画角はこの画角でいいなって思ってくれた方は、まあなんかそれとなく画角して変わんないし、そんな見てないだろうとも思うんですけど、まあ、こういうめんどくさいのが可愛いっていうところまで狙ってます。自分はもう守備範囲がもう全世界なんで、はい。ということで、最近、まあ、今日ヒントは今日の天気がまあ雨っていうところですかね。天気が雨。させてるんです。
申し訳ないんですけど、まあ面白いんですよ。スケボーも、まあ体操も面白いんですよ。日本強いし。でそれをすごい見てて思うのが、これ自分のチームが成功する瞬間、例えばまあスケボーだったら、まあ日本人が3人出てて、この3人が頑張りうまくいけって思ってる時間よりも、他一緒に出てる20人ぐらいのライバルが失敗してる、ごめんなさいね、まあその、まあ、思ってることを言いますね、言い訳せずに、こう失敗しろと思ってる時間の方が長いというかね、こうどっちもお願いじゃないですか、勝ってくれ、成功しろっていうお願いと失敗しろっていうお願いを、まあ中にはねいないと思いますよ、甘えてるけどね、俺からしたら失敗を願わない人は、そう、こう正直失敗してくれないと勝てないなみたいな展開もあるじゃないですか。だからよくよく自分がこう盛り上がってる瞬間というか、おおってなってる瞬間をこう思い返してみると、なんかスケボーの時とか7割ぐらい失敗するのに対して、ふーってって、よしってしまっていたなって、
それを見て